ဆရာလုံးမမင်္ဂလာပါဆိုဒီနေ့ commentator ဒီနေ့ disturbance channel လောက်ပွဲကောင်းလေးတပွဲရတော့ဆိုလင်ဦးနဲ့အဲဟီရီဟူဂျီယာပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးစင်ကိုပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကဆိုလင်ဦးကဂျပန်မှာတွားပြီးတော့ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်လည်းအတူတူချစ်ချစ်ခံစားလိုက်အောင်နော်ဒါရောမြန်မာတိုင်းပေါ့ဆောင်းဝါすみません、さいの。あると思うんで。ハレリア選手結構落としてきてると思う。で、やっぱりリカバリーも一番バックラレートパン。結構その体重差は有利なんじゃないかなと思います。なるほどね。そう、そういう勢いで買うね。おお。ティーの、クラレート前、レディパワーで、ちょっと買うの。おお、ラックでティーで、クロリー吸うやの。そういうと通んだめ。プロマチもレレなファンまめ。通んねばの。3次 KO やってきた選手なんで結構向いてると思うんですよ。なるほどなるほど。今もねそれが見えてなかったからね。その越えたいそびょプレイドがタイム長じゃばの。そうでした。そうでした。すごい痛かったんだと思うんですよ。前回はアウェイ MVP のプレイドがクロスよりドリコールの。こっちで右のクロスのフック効いてますよ。そうですか。右のクロスが効いている。あとローもちょっと足流れるんで。ジャパンがクロスウェイジャーでそういう踢るの。こうレフトに添えて。かなり視界良好ということの今、まあ日向選手からありました。よしこさん、はい、いよいよミャンマーと日本の対抗戦ですよ。はい。チェで倒れるの。最初が大事でしょ。はい、最初が大事で。ここばかり。いい流れを作りたい。ハレルヤ。その上投げからレッドバンを。ティナでよ。ソーリング。ソーリング。ちょっと向きになりました。ああ、そうですか。ちょっとソーリングに火がついてきたか。さあ、ハレルヤが右のパンチそして左の構えだけ。逆にソーリングそれを見て今度前に出てきました。とにかくキャリア十分です。72戦して41勝しています。負けはわずかに1つ。ソーリング。そのパックで増えるの。これがね。別れ際にも一発先ほどは入ろうという構えがありました。出ましたね。いやーしかし接近戦だ。ハレリアがちょっと追い込まれたか。スノーパーカーで取れ。このタイで。なるほどなるほど。この超接近戦に、やり方はこれがいいんだという接近戦。そしてちょっとずつですが、顔を抑えたりパンチを繰り出したり。そういうアパーカーでも可能よ。ここでいい。これはちょっと目尻まで切りましたね。不純プマ取れ、それもアパーカーでパワービーなの。顔のタイプアパーカー通る。離れ際にちょっとこれパチンとこう渡してみたりね。しかも、しかも先生ぐらいの。あれがカットの原因になったの。というわけで、これ吉子さん、まあ目尻とかまぶたとかこの辺りの筋肉嫌でしょ。嫌ですね。これはね、はい、やっぱり視界も悪くなりますし。しかも明日東風ビューでな。プルマチのビドイのプルマチはソリンウがポマイスイベスソレチのポマイスイベスソレチマのあとはこれだぞソリンウがこのタティアンタティアンのソングマネジあの手この手の引き出しがあるんですね。ですね。やっぱり72戦でしょ。41勝。いっぱいですよ。いっぱい。大したもんですよ。やっぱりリベンジやの。パーカーで買わないの？チーの？パーカーで。深みを知っている彼にしてみれば、ハレルヤの戦いはそんなに。こんなチャレパーカーでよの。でも1戦1敗でしょ。そうそうそう。でも
パーカリー、多少チーやろ。さっきのあのパンチの強さとか、あれを見る限りちょっと焦ったって。パーカリー、チーの声があるの。ちょこちょこ、これ日向さん、相手の目尻傷つけたりね、ちょこちょこね、カミソリを当ててくるようなね。あ、だからちょっとこの、これはちょっと72戦の、ね、それ飲んでてやすぐやの。引き出しいっぱい持ってますからね。ハレルヤの方が本当に力を持っているのかもしれませんが、ソーリングのしたたかな、実にしたたかな戦い方。いや、ミャンマーの選手はこの超至近距離の戦いがすごい強いんですよ。逆にローとかはあんまり打たれ慣れてなかったりとか足が流れたりするんで、ちゃんといい距離で勝負できればすごくいい勝負になるんじゃないかなと思うんですけど、なるほどね。みんなこの最初の超至近距離でやられてしまうっていうパターンがすごい多いですね。でこれは前にも一度聞いたんですが、これ日向さん、はい、拳での独特のその殴り方、あるいはその拳でのなんとかっていうのは日本人は慣れてない部分がある。慣れてない部分がありますね。すごい綺麗に拳を当ててますね。本当にミャンマーの選手は打拳での打撃に慣れている。これ吉子さん、はい、見えないとこでちょこちょこやってくれたらこれ嫌なもんでね。フロントクリアしたいな。クジャシーさんはソーリング大切ですね。またこれソーリング、これでも首取れてるんじゃないですか。はい、いや近づいていくぞソーリング。いや、このフック効いてるんですよ。効いてるんですよ。なるほどね。うわー、今の突き、そのままラフを切れ、顔面ヒットダウン。ペワイラで切るよな。一番まずい試合が切るよな。次はシーサービーめちゃけなね。これでトマコがなったのやびの。ジャッジが今出ます。もうやれないんですか。タイムです。これはだって喋っていいの？タイムという今。どうも見れるわけな。これ日向さん、はい、タイムは取ったもののかなり厳しい状況です、ね。いや、もうこれもう本人も心折れてると思うんで、やれないと思います。このパンチ。左ストレートですよね。おっ、これはだって。いいねの。この後タイムというジャッジを取りましたが、2分間のインターバルで果たしてこれが持ちこたえれないですね。そうですね。やっぱジャメル、ジャメルから出てマサビオン、死んじゃないの？それだってちゃってちゃ、ティビオからね。それがないやだわね。綺麗にヒットしました。だろう。ジャパン、ティトアビオ、ジャパンから出てマウ。トゥジャッジマネ、レトゥラゲレ、ソニングエポリバ、ソニチビアノチズジマネ、プロセブンザザ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